こんにちは、プライムアーツです。今回はフケについてお話したいと思います。皆さんもご存知だと思いますが、フケは角質から剥がれたもので、毎日シャンプーしていてもフケは必ず出ます。頭皮から剥がれ落ちる角質フケと皮膚から剥がれ落ちる角質垢は同じものです。頭皮の新陳代謝により一番外側にある古い角質から順番に剥がれ落ちていきます。正常な新陳代謝で剥がれ落ちるフケは誰にでもあることですが、頭皮にトラブルが生じると大きくなった角質が傷口のかさぶたのように剥がれ落ちます。フケが過剰に出る場合には頭皮に何らかのトラブルを抱えている場合があります。原因の一つとしてシャンプーが自分に合わない、シャンプーのすすぎが不十分、頭皮に過剰な皮脂やフケがたまります。肉眼でも見えるくらいに毛穴が詰まっていきます。毛穴の詰まりにより新陳代謝のリズムが崩れ、フケ、かゆみの原因になります。そのままにしておくと髪の発育を妨げ、髪が細くなり脱毛の原因にもなります。こういったことは自分だと分かりにくいので、プロの方に見てもらうのが一番です。自分でも分からないという方は当店へご相談ください。では